まあ、クラブハウス、今すごく話題になってます。招待される方法、どうやってたら招待されるんだ、僕がやった方法、こうやってやってれば招待されるというところで話をすると、どうも、マレーシア在住の起業家、横山奈緒です。今回はですね、クラブハウス攻略法ということでですね、クラブハウスをビジネスで活用する方法と、招待される方法、あとはですね、裏技についてですね、マレーシアより解説をしていきたいなと思います。まあ、今流行りのですね、そのクラブハウスっていうのがどういうアプリか、どんなことを使えるのか、まあ、ビジネスで活用する方法、あとは裏技、まあ、どういうふうに活用していけばいいかとか、まあ、実際招待まだされてないっていう人もですね、どうすればされるのかっていうところで、まあ、クラブハウスについて話をしていきたいなと思います。では早速行ってみましょう。でこのクラブハウスなんですが、その音声版のツイッターとも呼ばれている音声でまあコミュニケーションをするアプリケーションを使ったプラットフォームというものになります。このクラブハウスなんですが、2020年の3月にですね、アメリカのアルファエクスプラレーションというそんな感じの会社の名前の会社がですね、始めたサービスで、アメリカのベンチャーキャピタルがですね、1000万ドル、約10億円を投資して、スタートしているというところで、すごく今話題のスタートアップというものになります。去年の3月から始まってまだ1年弱なんですが、世界的にですねすごく流行っていて、最近なんか日本でいきなり流行りだしたということで、僕の Facebook とかでもですね、クラブハウス始めましたみたいな形でスタートしてるんですが、なんとこのクラブハウスなんですが、招待制ということで、1人に招待してもらったら2人までしか招待を出すことが今のところできないんですね。ってなると、もう2人までしか招待できないので、もう招待してもらいたい、招待してもらいたい、中入って聞いてみたい、見てみたいっていう人がすごく増えてるっていうところがあるわけなんですね。クラブハウスがなんでこの急速的にですね、伸びてるかっていうところの理由、3つ話をしたいと思うんですが、1つ目としては今言ったその招待制であるっていうことなんですね。この招待制によってですね、みんなどうしても入りたい、僕も結構ですね、クラブハウスみんな始めましたって言った時にですね、わこれちょっと乗り遅れるんじゃないかとかですね、YouTube のネタとして撮れないんじゃないかっていうところもあってですね、もう早くクラブハウス入りたいということで、クラブハウス入りたい、まさにあのクラブハウスの前にガードマンがいてみたいな状態で、そのセキュリティを超えてこないとですね、中に入ることができないみたいなところがあって、その招待されないと入れない。ですからそういったところで招待制であるというところ で、この招待枠がですね、今日本にも渡ってきたというか、日本人の中でも今増えてきていて、1人が2人に招待ができるので、言ったらどんどん増えてはいくわけですね。でその招待制で招待されないと入れないっていうところがあって、で招待してもらいたい、招待してもらいたいっていうことが起きてですね、物が足りない、結構任天堂実はやるマーケティングの手法なんですが、数が足らない状態でもどんどん広告打つ、スイッチでも Wii でもそうなんですけど、わざと別に減らしてるわけでもないかもしれませんが、その在庫がない状態で CM バンバン流されるとですね、すごいどんどん欲しい、手に入らないから欲しいっていう状態になるわけですね。でこういったところで招待制であるからということで、今すごく話題でですね、もう入ってみたい、中見たいということでですね、見れないものほど見たくなるっていう、そういった心理もあって、すごく今人気になってます。で理由の2つ目なんですが、ながら聞きをしたいというところがあって、何かをしながら、家事をしながらとか、なんか仕事をしながら、ラジオ的にずっと流しておくっていうところで、これっていうのはですね、インスタのストーリーの頃からあるんですね。インスタのストーリーで実はずっと流しておいて、それを見ながら、それを聞きながらですね、家事をしてるみたいな人たちってたくさんいるっていうのは言われていて、でその中でですね、今回ねまさに音声だけなので、そのながら聞き、仕事をしながらとか、何かをしながら聞いていくというところで、それをですね、しかも誰かと誰かの会話ですね、その複数人の会話を聞くことができますし、すごい有名人の会話みたいなのも聞くことができるんですね。でそのいろんな部屋があって、ルームっていう、言ったらラジオのチャンネルみたいな感じですかね。でそれがあって、その中に入っていくと、それを視聴者として聞くことができる。会話をする側、イベントをやるとか、そのルームを作る側は、いろんな人を呼んでですね、でそこの中で会話ができる。でさらにその会話の中に入りたければ手を挙げるっていう機能があって、手を挙げるとですね、その中に入っていって、その有名人とかいろんな喋りたい人と一緒にお話もできてしまうというところで、そのルームの中でそのスピーカーとして招待をされる、で OK を出されると、そういう人たちとも会話ができるということで、ラジオを聞きながら、ラジオになんかだってか手を挙げて電話して、でそのラジオの中でスピーカーとか DJ みたいな人と話ができるということですね。ですからそのながら聞きしたいっていう需要が大きいというところで、しかもそのながら聞きにもし参加したければ参加することもできるというところで、一番の需要としてはながら聞きっていうところの需要があって、そこに対してできる。あとは今 Zoom とかもすごく多いですけど、その Zoom を使ったとかっていうと、どうしても画面を出さないといけない、だからお化粧しないといけないとか、部屋片付けないといけないみたいなところがあるわけなんですが、それはなくてですね、参加をすることもできるし、ただ聞くだけもできるし、スピーカーとしても参加することができるというところがあって、気軽にですね、音声なので参加できるというところもあって、ながら聞きというところの需要もあって、すごく伸びてきているというところですね。で理由の3つ目、雑談をしたいというところですね。
で、これはコロナによって、まあ、その人とあんまり喋るとか話す機会がなくなっている。とにかくその一人暮らしの人とかもそうですけど、いろんな人と話をしたいってなると、まあ、Zoom で、ね、会議をするとかっていうのはあるかもしれませんが、そうじゃなくていろんな人と雑談したい、もしくは雑談を聞いてたいみたいなことで、マスメディアのテレビとかを見るわけではなくて、ただその自分が興味あることの話を聞いていきたいっていうところで、まあ、Twitter に似てる音声版の Twitter って言われてるのは、自分がフォローしてる人の話をですね、その人が何か誰かと喋ってるやつとかを聞けるっていうところで、それが Twitter っぽいっていうところと、あとはどこにも録画をされない、そのタイミングでしか聞けないっていうことで、聞き逃してしまうと後で聞くことができないっていうことにもなるので、その人たちがなんかやってることを見に行きたい、ライブを聞きに行きたいっていうところで、まあ録画放送がないっていうところもあって、音声版ツイッターみたいだっていうことを言われてるわけなんですが、もともとの、まあ、その雑談をしたいっていうところですね、世界中がつながれるっていうところで雑談ができますっていうところの、まあ、その需要もあって伸びてるということですね。まあ、こういったいろいろ背景もあってですね、まあ、そのコロナのタイミングもあってすごく伸びたっていうところもありますが、そういったところで、クラブハウスではどんなことができるのか、そのまあ基本的な機能が分かってないとですね、まあ、使いこなせないっていうところもありますんで、まあ、後で画面も見せながらどんな形かっていうのを話をしていきますが、基本的な機能なんですが、先ほど言ったようにですね、その招待されないとまず使えないっていうところがあります。で、招待されるためには電話番号が必要なんですね。ですから、その、まあ、電話番号を持っておくというところで、電話番号の一つにつき1アカウントっていうことですね。なので、メールアドレスだとアカウントいっぱい作れちゃうんですけど、電話番号だとなかなかアカウント複数作れないというところもありますんで、1電話番号につき1アカウントっていうのを紐付けをされています。で、招待するときも電話番号を入れて、でその電話番号にショートメール、SMS が届くんですね。で、その SMS が届くと、そこから登録することができるというところで、電話番号をベースにつながっていくというところがあります。で、プロフィールもですね、まあ、できる限り実名ということが推奨されてますよ。全部英語のサービスなんですけど、英語でその推奨がされていて、名前の変更は1回だけできるという、まあ、結構厳しめにですね、1回だけの修正だということですね。で、別名でですね、公にそのクリエイター名とかハンドルネームとか、別名ビジネスネームとか、そういうものがある人は、まあ、それを追加することができるということですね。ですから、そういったところで名前はできる限り本名を使ってくださいっていう、すごく Facebook とかに似てる。で、あとは電話番号でつないでいくので、その電話帳でのつながりが強いんですね。で、実際にその登録していただくと、その電話帳でつながってる人っていうのが、あ、この人もクラブハウス入ってますよみたいなことをができるわけなんですけど、実際僕の場合だとですね、僕マレーシアに今住んでいて、電話番号がマレーシアの電話番号で登録したんですね。で、そうすると僕のマレーシアの電話番号を知ってる人なんかほとんどいないみたいな状態で、全然フォロワー増えないみたいな状態だったので、まあ元々のその電話番号のつながりが多い人ほど、初めからたくさんの人とつながれることができるっていうところもあります。あとはプロフィールには画像とか、まあ、自己紹介文とか、まあ、ツイッターとか、まあ、インスタグラムみたいな、ああいったことができて、まあ、ツイッターとインスタグラムにリンクすることもできます。ですから、あとは誰から招待されたかっていうのも掲載がされているので、どういうつながりから作っていったかっていうことがわかるということですね。で、実際の画面についてはこの後画面見せながらお話をしますので、こちらの画面を見てみていただいて、どういう風になっているかっていうのを見ていただければなと思います。では、クラブハウスの使い方についてですね、画面見せながら説明したいと思います。で、まずこうですね、まあ、こうやって開くとこんな形にページになってます。で、これフォロワーが増えてない間はですね、あまりこのルームが作られてない、これ今ルームがこういっぱい並んでる状態なんですが、フォローを増やしていくと、そのフォローをしている人のルームがこうやってどんどん増えていくことになりますので、まあ、こんな形で、ルームが出てきます。で、なんかルームがあったらですね、その中に入っていくと、その中で、まあ、ルームの中に入っていくと、まあ、この中で会話をしてたりとかするわけなんですが、結構この相互フォローとかのルームも多いですね。で、あとはこの上にですね、11時55分とか14時からとか16時からこういう、ルームを作ってルームで話しますよっていう、まあ、これカレンダー機能を使うとこういう形で、事前にですね、フォロワーの人に対して、その予告的にですね、伝えておくことができます。で、この11時とか11時55分とか14時とかっていう、まあ、これですね、で、ここに、まあ、行くとですね、まあ、ここに参加するとか、これをリンクしてですね、それをまたツイッターで広めるとかっていうのができるので、やっぱりツイッターとか、そういったところとの親和性は高いのかなと思います。あとは、まあ、実際にその自分が作っていくときだったら、スタートアルームって言って、これで、オープンっていう、まあ、世界中、まあ、全員が見れるもの、あとは、自分のフォロワーとかしか見られないもの、あとは招待した人しか入れないものっていうのを作ることが、まあ、自分でルームっていうその部屋を作ることができるんですね。ハッドアトピックをやって、ここにどういう内容を作るかということで、例えば YouTube 用ですっていうセットトピックをして、で、これでオープンやってレッツゴーってやるとですね、今やりますかっていうことが出ますん で、これでやると
で、そうすると、こんな感じで出てきます。で、これで僕自体が喋ってるんですが、まあ見たい人はこれで誰かが入ってくるみたいな状態になってきて、で、これで入ってる、来るみたいなことが起きて、まあこんな形で、やることができます。で、一回閉じますね。っていうところで、まあ、ルームを作って、まあ、こうやって会話をすることもできるということですね。あとはカレンダーを使うとですね、カレンダーでこのプラスのとこを押すと、で、自分でいつにやりたいかっていうのを作って、まあ、イベントの名前とか、で、その説明文を入れて、じゃあ今日の何時からやりますよっていうふうに、で、これで部屋を作ると、ここに表示されるわけですね。まあ、そのイベントを作っといて、フォロワーの人に見てもらうためには、この右上ところからですね、今日の、例えば、13時からやりますよって言って、で、やると。っていう感じでやると、今日の13時用に YouTube カレンダー用って今出ましたが、ここでやりますよっていう風に僕のフォロワーとかに通知が行くわけですね。で、それと見てもらえることができるということです。ですから、こういったところで、まあ、自分で作るときは、まあ、この、まあ、何時からやるよっていうのをやったりとかですね。あと、まあ、相互フォロー用のこういうやつがあったりとか、あと、もうこういうとこ、もう入りたいところに入っていって、で、なんかこれについて喋りましょうとか、何かについて喋りましょうとかですね。っていうところで、まあ、みんなそのいろんな話をしてるので、例えば1億円プレイヤーに聞くアフィリエイトの話みたいなやつを聞きたければ、この中入ってて、まあ聞くみたいなこともできるわけですよね。っていう、まあ、誰かが会話してるやつを聞いていって、人が話をしてるやつを聞くみたいなことができるっていう形ですね。であとは、まあ、フォローしていくとかで言うと、例えば、相互紹介のところに行って、いろんな人をフォローしていこうと思ったら、クリックしてフォローするみたいな、フォローイングですね。ここを押していくとフォローするみたいなことができるってことですね。っていう感じです。なので、まあ、フォロワーをまず増やしていかないと、なかなか部屋があんまり出てこないっていうところがあるので、自分が音声聞きたい人のフォローしていくってことをやっていって、で、こうやって使っていくっていうところをやっていくっていう感じですかね。あとは、まあ、いろいろありますが、まあ、基本的な使い方はそんな形で、どんどん話を聞いていって、入っていって、まあ、フォロワー増やすためには、こっちからフォローして、フォローバックをもらうっていうのは、まず初めの方やるといいとは思いますが、っていうところですね。アカウントの設定はですね、プロフィールの名前とか、その表示名とかっていうので、僕はまあビジネスネーム設定してっていうところをやってますけど、あとは、プロフィールしっかり書いておくっていうことですね。まあ、これも検索とか、フォローするかどうかっていうのに決まってきますんで、そういうところで使っていただくといいんじゃないかなというところです。アカウントは1回しか変えれませんので、それちょっと意識していただければなと思いますので、そこもちょっと注意していただければという形で、ぜひ楽しんで使ってみていただければなと思います。で、このクラブハウスですが、そのビジネスで活用する方法、これはですね、もうルームを作っていくっていうことなんですね。で、ルームを作っていくときに、そのカレンダー機能を使って、まあ、スケジューリング機能を使って、先のこの日にこういったイベントやりますよみたいな形ですね。そういったラジオだったらラジオにこの日にこういう番組やりますよ、そしてこういう人が来ますよっていうところで、そこでフォロワーが多い人とコラボするっていうのがポイントなんですね。まずはスケジュールを使ってこの日にやりますよって告知をすることによって、フォローしてる人たちにですね、この日にイベントがやりますよっていうのが見えることができるんですね。で、その時にポイントは、そのフォロワーが多い人とコラボするっていうことですね。まあ、一緒にそのスピーカーになってもらうということです。カレンダー作る時にですね、スピーカー選ぶことができますんで、その時にスピーカーを選んでいって、で、その人と一緒にこの日にこれやりましょうっていうのを決めておいて、で、それで、まあ、言ったら番組をやるということですね。で、この時にフォロワーが多い人と一緒にやると、その人のフォロワーの人たちにもそのカレンダーのイベントが見られたりとかですね。で、あとはその人目当てで来てくれたりとかっていうところで、たくさんの人が視聴してくれるような、まあそういった、まあ、イベントを作ることができるわけですね。まあそれでルームを作ることができます。で、そういうところがありますんで、カレンダーを使ってですね、フォロワーが多い人とコラボしていく。あとは、やっぱフォロワーが増えていくっていうことはすごく重要で、まあ特に新しく始まった SNS はどうやって初めの頃にですね、フォロワー増やすかっていうところがあります。今だとですね、フォローしてくれたらフォロー返ししますよっていう、フォローバックを 100% やりますよっていう人とかですね、これはフォロワーバックを集める人の集まりですみたいな、まあ、そういったルームを作られたりとかしてるんですね。で、そういうルームに入っていって、こっちからフォローしていくと、フォロー返しをしてもらえるので、で、どんどんフォロワーを増やしていくということですね。で、これっていうのは、いろんな SNS がそうなんですが、スタートした時にですね、そういうことをやって、フォローからフォローバックをしてもらって、フォロワーを増やしていくっていうことをやったりしますんで、まあ、そういったところで、すごくチャンスなので、今、招待をしてもらって、とにかくフォロワーを増やしていくっていうところをやっていって、あとコラボのイベントですね、っていうのをカレンダー機能を使ってやっていくっていうのが、ビジネス上はすごく重要です。で、そうするとたくさんの人に聞いてもらえる、まあ、そういったアカウントができますんで、あとはイベントをどんどんやっていって、その同じような価値観とか、同じような趣味とか話を聞きたい人をどんどん増やしていって、その中で
で、まあ、発信力をつけていくということをですね、ぜひ活用してみていただければなと思います。で、その招待される方法なんですが、招待されたいっていう人もいると思いますし、どうやってたら招待されるんだっていう人もいると思うんですが、こうやってやってれば招待されるというところで話をすると、僕がやった方法は Facebook とかを見ていてですね、クラブハウスをスタートしましたって書く人がいるわけですよ。で、その人に僕は DM を送りました。で、クラブハウススタートしたっていうことは、まあ、今スタートしたばかりなので招待枠余ってるはずなんですね。で、その人に DM を送って、僕は3人送って3人とも招待しますよって言っていただいたんですね。招待されてまだ枠を持ってる人にアプローチすることがすごく重要なので、スタートしましたって言ってる人に、当然知り合いの方がいいんですけど、その知り合いにスタートしましたっていう人がいたら、招待してもらえませんか、枠ないですかっていうことを DM とかで聞いてみるっていうことをですね、これがでも一番確実は確実かなと思います。で、あとは招待のグループに参加するということで、 Facebook の中であったりとか、いろんなグループの中で招待しますよっていうグループを作って、そこから数珠つなぎでですね、招待し合うっていうことをやってるようなグループが今あったりします。ですから、そういうグループにうまく入っていって、その数珠つなぎで A さんが紹介したら B さん紹介して、 B さんが紹介したら C さん紹介してっていう、1人から2人に紹介できるわけなんで、その数珠つなぎの中に入っていく、そういうグループを探してその中に入っていくっていうのも一つの方法かなと思います。ですから2つ方法としてはですね、実際にもスタートしましたって言ってる人にコメントとか DM で聞いてみるってことですね。あとは招待のグループに参加するっていう方法がありますんで、お金で今売ってますけど、これ時間経ったら、まあ、たくさんの人がですね、まあ、招待枠どんどん余っていくはずなので、もう1万円とかで売ってますけど、そんな払って参加する必要はないかなとは思います。ではですね、このクラブハウスの注意点について話をしたいなと思います。で、このクラブハウスなんですが、そのパケットの量がですね、まあ、半端ないと、まあ、言ったらデータ量で6時間やった人がですね、30ギガ使ってたというようなところがあって、喋る人数とかいろいろ条件はあるかもしれないんですが、パケット量、通信量っていうのがすごい多いっていうことを、ぜひ知っておいていただければなと思います。で、まあ、家で Wi-Fi とか、ね、オフィスで Wi-Fi つながりながらの人はいいんですけど、そのパケットがすごい使われるっていうのを、ね、気をつけないと、パケシみたいなやつが起きるっていうことですね。で、あとは、電池の減り方もすごく多くなっていくというところもあるので、まあ、そのパケット量多いですよっていうことを知っておければと思います。で、あと名前がですね、1回しか変えられないというところがあって、で、そのまあ自分の名前と、まあ、変更が1回、あとはビジネスネームみたいなやつを作ることはできるんですが、変更が1回しかできない。実はですね、これ、まあ、裏技があります。で、裏技についてなんですが、これ、公式サイトからですね、問い合わせをすると、まあ、その名前を1回ではなくて2回3回と一応変えることができるということですね。まあ、例えばミスってしまったとか何かあって、まあ、本当にどうしても変えたいという場合はですね、その公式サイトでツールの右上のですね、設定のところから Q&A とか公式サイトに対して連絡することができるので、そこから連絡をしていくと名前で実は何度か変えられるということですね。あんまりやりすぎると変えれなくなる可能性もありますが、1回だけではなくやれる方法があるという、まあ、そういった裏技がありますので、ぜひそれも知っておいていただければなと思います。で、あとフォロー、たくさんやっていくとやっぱりフォロー停止になります。僕もさっき、フォローしていったらですね、実はフォロー停止になりました。300人ぐらいですね、フォローしていったら、1回フォローができなくなるというところでですね、まあ、12時間ぐらいらしいですけど、その一時期にですね、フォローができなくなるということがありますんで、1回に300人とかやるのは、まあ、お勧めしないということが今回、まあ、僕も検証してみて分かったので、ぜひそのあたりも知っておいていただければなと思います。ということで、クラブハウスですが、新しく始めたツールなので、ぜひ、まあ、楽しみながら使っていただきたいと思いますし、まあ、そういったいろんな人のですね、雑談を聞くっていうところですね、まあ、本当に時間がすごい取られていくっていうところもありますので、まあ、そこはうまくですね、活用していただければと思いますし、ビジネスに使いたい方はぜひ使っていただきたいと思いますし、招待が必要な方は、もう僕は招待枠ちょっと使っちゃったので、提供することができないんですが、最近招待されましたとか、始めましたっていう人に連絡してみるっていうのをぜひやってみていただいて、招待枠ゲットしてみていただければなと思います。ということで、今回クラブハウスの話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。一言でもいいのでコメントいただけるとすごく嬉しいですし、あとはですね、知りたいこともしあったら書いておいていただければ、また調べてお伝えしていきたいと思いますので、ぜひコメントいただければなと思います。で、このチャンネルすでに2万人以上がチャンネル登録していただいております。ぜひですね、高評価ですね、いただければいいなと思っております。今回みたいにですね、まあ、できるだけ早くですね、そういったいろんなツールを使ってみて、どうやって攻略すればいいかっていう攻略方法であったりとか、裏技、そういったものを伝えていくこともやっていきますので、ぜひですね、チャンネル登録もしておいていただいて、見逃さないようにしておいていただければなと思います。で、僕自身はですね、マレーシアでインターネットの、ビジネスのですね、その集客の仕方とかですね、そういった仕組みを構築する方法についてコンサルティングとか教えることをやらせていただいてます。詳しくはですね、 LINE から登録しておいていただけると特別なプレゼントありますので、ぜひそちらもチェックしてみていただければなと思います。では今回、以上になります。ありがとうございました。